さあ、本日も始まりました、どうも、日向坂ザ・キンキ球場の高原のライトブック、ハスレです。ということで、まあね、こんな感じで本日もやっていきたいと思うんですけれども、さて、今回の企画はですね、どうしましょうか。まあ、トンの輝き、リュウヘイ君がね、考えてくれたネタということなので、ちょっとまあ、一応ね、トンの輝き、リュウヘイ君の企画待ちということなんですけれども、はい、やっぱりちゃんと仕切る人がいないとね、これぐらい散らかった感じになるということで、まあ、撮影も長引いてまして、時間がないので、まあ、そろそろね、やっていきたいと思うんですけれども、はい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 、まあまあまあ、こう、まあね、やっぱ休み休みやってった方がいいかなっていうところはあると思うので、まあね、眠たかったり、まあ、お腹も減ったりね、すると思います、やっぱり。まあ、そういった中でもね、もうやっぱり、こう、まあ、休み休みで、こう、やっぱり仕事をやっていくっていうことはとても大切だと思いますので、はい。こうやっぱずっとさ、気張ってたらさ、やっぱ疲れちゃうと思うんですよね。だから、休み休みでこうやっていくってことはやっぱ大事だと思います。で、やっぱこう、気持ちを入れるところはキュッと入れてもらって、はい、そういう感じでやっぱね、進めていきたいなっていうのは、あるんですけれども、来い！いいかー！僕は呪術高専でエヴァに乗ります。リカちゃん、ほら、挨拶。ああ、こら、リカちゃん、ダメじゃないかな、帽子は。ごめんね、大丈夫だった？皆さん、こんにちは。本当はいつも剣持ってるんだけど、剣忘れちゃったから今日はほうきで。僕は、呪術廻戦特級術師、乙骨ユーザーです。みんな、リカちゃん見えるかな？リカちゃん僕の後ろにいるんだけど、リカちゃん見える人には見えると思うから、よろしく。ということで、僕はね、呪術廻戦を見ていないので、何のこっちゃ分かんないんですけれども、まあ、なんか呪術廻戦の方が来ていただいたみたいなので、何かしてもらおうかなと思ってます。うん、僕にできることだったら、やってやるよ。ところで、今日は五条先生はどこにいるの？五条先生じゃないですか。じゃあ領域展開、こんなところで領域展開しないでください。僕最強だから。今日は僕がみんなに呪術師として、呪術が使えるように呪術をマスターしていきたいと思う。はい、みんな今日はよろしく。さけ、犬巻くんは喋れないもんね。鮭だよ。犬巻くん、いつもここに蛇の棒みたいなやつ書いてある。ファンデーションでしょ。あ、そっか、ファンデーションで隠れてるんだ。で、五条先生。五条先生それでは、早速企画をやっていこうと思う。早くやろうよ。クラスメートの犬巻くん、呪言師だから口にね、文様があるんですよ。その文様をみんなで書いてみてください。一番遠かった人には、今から僕が文様を書きます。翼に書くんじゃない。一番遠かった人には文様を書くから。分かるよね。僕最強だから。模様知らんよ。模様だって。ちょっと今携帯で犬巻君の模様調べてるから。顔はいつも口は隠れてるね。次はもう下ろして動くなっていう。それじゃあかけたみたいな。それ以上発表していこうか。じゃあ翼君。結構似てるかもしれない。じゃあ影山君。おお。そうだね、どっちかというとレオの方が違う。正解はね、これ。ああ。渦巻きというよりは、丸の中に黒い丸があるんですね。そうだね。2人ともズルしたら、リカちゃんが怒るよ。まず、こいつも、はい。カツイロ君が白紙だったから。あ、違う。ちょっと、
と見せて。こいつ、あの、先にヘビだけ描いて。いや、ヘビのうにょうにょ感は見せなかった。カツヒロ君はこんな感じだね。一番遠いから、じゃあカツヒロ君に書き込もうか。書き込むのはごめんね。じゃあ、五条先生、書き込むのはちょっと待ってね。この後、病院行くから。マジで最近の病院マスター。いや、マジでマジでマジで大丈夫だよ。大丈夫だよ。落ちるよ。大丈夫、違う、大丈夫。これはやばいな。バカ野郎。じゃあ油性だから、アイラインで書いてみよう。よし、ちょっと待っててね。アイラインはアイラインだよ。アイメイクだ。笑うだろ書くんだから。ずれるぞ、破壊力が。よし、かっこいいよ。普通にかっこいい。普通にかっこいい。なんで今、なんで今目で開けたんだよ。だって見たくなっちゃう。定期的に見たくなっちゃう。よし、似合ってる。似合ってるとかねえだろ。おお、なにこれ。まず、ちなみになんだけどさ、まだ術改善しない。ベロにも書いてない。ベロは俺思ってたけど言わなかったから。ベロこっちにしてます。それじゃあ次の問題に行こうか。はい、よし。次の問題はね、領域展開の問題を出したいと思います。領域展開。五条先生は無料空所、スクナ、両面スクナは福間水氏。それでは、伏黒くんの伏黒めぐみの領域展開は名前は何でしょうか。覚えてください。伏黒くんっていうのはね、ああ、こういうやつ。そうそうそう、これで犬っつって、犬じゃないけど、こう、コマ犬みたいな感じで犬が出てくる。花月会なんだね。どういう系？ペイント。僕は大丈夫。ありがとう、五条先生。最高だぞ。呪術量じゃ僕の方が上だから。あ、そうなの。うん、あれ。どうぞ。リカちゃん、やっちゃって。最近のアニメ舐めちゃいけないよ。こんなにダサい名前つけるわけないだろ。じゃあ発表してもらおう、五条先生。節々腹黒因数。だって領域展開だからさ、因数分解逆で節々腹黒因数分解ってさ。節々時間。正解は官号安永帝でした。分かるわけねえだろ。あー、惜しい惜しい。どこがだよ。惜しい。どこがだよ。よし、じゃあ最終問題は、これは呪術廻戦の問題ではありません。領域展開、かっこいい名前の領域展開を作ってください。あと能力を。能力考えるとこれ、節々腹黒因数分解はね。ちょっとね、ちょっと俺想定外だった。こんなに面白いのが一個出ちゃうと思わなくて。じゃあ、みんなが書いてる間にリカちゃんとお話しして時間を潰そう。リカちゃん、YouTube 出るのはどう？あ、そっか。ちょっと緊張するんだね。僕もちょっと緊張してる。リカちゃんは、なんか、ね、ボードに書いたりとかできるのかな？あ、ちょっと難しいのか。そうだよね、ペンとか握ったらもう、パケンって折れちゃうもんね。リカちゃんがいるから、僕は戦える。かけたかな。まだかけてないね。呪術廻戦の映画って見たかな。かっこよかったね、僕。そう、やるじゃないけどね。うん、もしまだ見てない人はね、ぜひ。呪術廻戦の本編とはまた違った内容だから、初めて見るっていう人で見えると思うので、時間あったら見てみてください。
術式発動すんだよ。何で巻くん。オッケー。できたかな。よし、じゃあ犬巻くんから。鈴木たかし、たかしののずのぞ、のぞみどうなんだろう。鈴木家一同、うん、そうだね。あー、そういうことね。能力はどういう能力。鈴木家全員の能力が使えるとか強いかも、ちょっと強いかも。今とこただ名前並べただけだから絶対領域。リカちゃんちょっと待って待って、今から書くから次レオで言う。じゃあ五条先生。あ、五条先生。マカハラルート。マカハラルートを、あー、手順はね、でもちょっとかっこいいかもしれない、はい、能力は全てを跳ね返し、ルート虚数空間に閉じ込める。へー、五条先生と結構似てる感じだね。違うよ。あ、ちょっと違うの。全然違う。どうぞ。無料クーポンポスカもらってもいいですか。どれ。え、ポスカもらってもいいですかって聞ける。聞けるっていうの。そうそうそう。クソガスめ。じゃあかけよ、かけよ。じゃあ僕はまだ任されてないから、かけないんだ。シータの領域。領域展開、3分間だけ待ってやる。あー、ムスカが使う。噂なのか。花だけ桜、花だけ手に入れた。花だけ桜。それじゃあ、今日の呪術廻戦講座はここまでにするよ。リカちゃん、一緒にやってくれてありがとう。五条先生、あと犬巻くんたち、協力してくれてありがとう。あばらにたらば。あぶらみだらたにゃ。節々腹黒因数分解。これが一番面白かった。動画見てくれてありがとう。楽しかったわ。12秒の心を忘れるな。諸君、研究お疲れ様。解散。